どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこのちっちゃなウクレレを使いましていろんな曲に挑戦してみましょう。はい、今回はですね、久保田利信さんのミッシングをこのちっちゃなウクレレを使って簡単バージョンでやってみようと思います。久保田利信さんの曲をウクレレで弾き語りするなんてなんかロマンティックって感じじゃないですか。はい。でやっぱりね、あの本格派アーティストだけあって結構アレンジとかすごい難しい、ね、アレンジになってるんですけどね、もともとは。まあ、できる限り私が簡単に落とし込みまして、この曲ね、前奏とかも4分の4拍子じゃなくて変拍子になってたりするんですけど、最初の簡単バージョンではそういうのは排除して、4つで全部簡単に、ウクレレは簡単です。歌でこう、持っていけるようにアレンジしましたので、もちろんショートカットバージョンですけど、全部やりたい方は、いつも言うようにノートに書き出せばフルでできますのでね、ぜひやっていただきます。後半はね、ちょっと16ビートで、よりソウルフルな感じができるように、簡単バージョンとかっこいいバージョン、2バージョン撮りますからね。じゃあ、最後まで見てください。途中いろいろ解説もします。さて、ウクレレって私にもできるかな。ウクレレは簡単なんですよ。これはちっちゃくて持ち運びもいいし、なんかとにかく興味を持った方、ぜひこちらをクリックしてみてください。ここを見れば全部わかりますからね。はい、クリック。はい、そんなわけで早速ミッシング。まずは簡単バージョンからやってみようと思います。いきますよ。はい。あ、そうだ、言い忘れた。僕ね、ガズって言うんですけれど、名字は久保田なんです。同じ名字です。なんか親近感が湧くなーと思って、でまあいいか。はい、行きますよ。簡単バージョン行きます。1、2、3。言葉にできるなら少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える日と見かかった「出会いがもっと早ければと」「I love you」叶わないものならばいっそ忘れたいのに、忘れられない全てが。抱きしめていたいのさ、光の午後も星の夜も Baby 黄昏に精一杯の気を吸って目を閉じるだけ。だけの君ならばこの道を駆け出して会いに行きたい、今すぐに。 I miss you 許されることならば抱きしめていたいのさ、光の午後も星の夜も。フルになんか思わずアドリブを入れてしまうようなね、このメロディー、こう高低差が結構音程あります。なかなかね、やっぱ歌奥が深いですけれども、どうです、ウクレレは4つ弾きでコードも簡単にアレンジしております。はい、ではですね、早速簡単バージョンね、見てみましょうか。まあノートね、いつも言ってるんですけど見てみましょう。はい、ミッシング久保田利信さんです。はいね、いろいろ線が書いてある。私この辺はね、音程を表現してるんですよね。私ちょっとちゃんと歌いたいなと思って練習しちゃいました、すごく。はい、まずコードはね、こんな感じ、 CD ね、書いてありますね。こういうノートをね、自分で書き出すとね、すごくいいんですよ。自分だけのね、メッセージというか、この私がここに書いてあるでしょ、ここの互いにとかね、少しはマシさ、互いの胸のとこ、互いの胸のとこ、音程がこれ書いてある。こういうのをね、自分だけが分かるように書いていくと、自分の歌本になって、いずれはそういう頭の中ですごく曲の整理ができますからねって話してるうちに、こう、一時停止で書いてくださいね、コードね。はい。ここら辺がサビですけどね。はい。
で、ここはあのブリッジパート。で、ここ1番でしょ、1番のサビやったら、2番と2番のサビ、あの、歌詞を書き換えればコードは一緒ですからね。そうやって自分のノートを書き出してください。で、ここブリッジパート、黄昏にっていうところですね。こんな感じです。で、最後またサビに行きましてっていう感じで、こういうふうにノートができる。どうですか？これで書き写せたかな？はい。で、まあコードの解説、ここね、ちょっと後後半で解説します。C でしょ。はい。Dm、F、Am、F。あ、F じゃねえよ。ごめんなさい。Dm、F、D7、Am。はい。ここの4つ、親戚って書いてあります。これわかるかな？私の動画をよく見てくれてる人はこの3つは親戚だってすぐわかってくれると思うんですけれどもね。Dm も F も Am も D7 もよく見ると Am の位置が一緒だぞってよく私がよく言ってるんで親戚関係なんですよ。この辺のことね、私あのガズレレ必須コード完全ガイドじゃなくてそういう動画を上げてるんで見てもらいたいんですけど、こっちも見てください。G7 と E7 と Em7。はい、これも3兄弟って書いてあるでしょ。何が兄弟かっていうと、ここを消して、ここを消したら、ほら、不思議。みんな一緒になっちゃった。だから親戚関係で覚えちゃう。これ兄弟関係。こっち親戚関係です。この辺のことを詳しく書いてある動画、ここにクリックしてリンク貼っときますからね。ぜひ見てください。ガズレレ必須コードです。はい。親戚4つと、兄弟、3兄弟です。はい。この辺が分かるとすごく面白いですからね。D7 は Am に1個足すんですからね。F と D7 は1個違い。Dm は F に1個足す。この辺皆さんどうですか？一応やっとこうか。じゃあ、まず F でしょ？これ親戚関係ですよ。F。Am は人差し指離すだけで Am になるでしょ？で、F に3弦の2フレット足したら Dm になるから、これも親戚です。そして最後 D7。Am を押さえて、この指で押さえます。これが D7 ですね。F と D7 は1個違いですからね。はい。この辺が親戚関係でございました。で、3兄弟も言っちゃえもう。G7。はい。この三角形が G7 なんですけど、この形のまんま、人差し指だけを上にドンと持ってくると E7 になりました。で、この上に上げた人差し指をパシッと離しちゃうと Em7。だから、これとこれと離すで、三兄弟。はい。簡単に考えられます。コードはこうやって覚えると簡単に考えられます。はい。ではですね、これからあの16ビートを使って、かっこいいバージョンでやろうと思うんですけど、原曲の方はね、結構こう、あのキーボードでオルガンの音がこうパーッと流れてる感じなんですけど、根底にあるのはやっぱり16ビートなんですよ、リズムが。で、やってみると分かるんですけど、曲久保田利伸さんのバージョンではちょっと気づきにくいですけど、16ビートすごくハマりがいいんですね。ゆったりとした16ビートをやってみようと思います。そしてですね、久保田利伸さんがやっぱり本格派なんで、ちょっとやっぱりいろいろこだわりが曲の中でね、すごいかっこいいあの雰囲気が出てるんですけど、前奏がですね、なんとね、6拍なんですよね。前奏分かる方います？こんな感じです。てん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 、1、2。てん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 、1、2。これ6拍なんですよ。1、2、3、4、5、6。てんてんちこんちゃん。6でしょ。なんで4分の4拍子に慣れてる方、ちょっとこれ1回4つ弾いたら2個足すっていうようなイメージなんですけど、ここのね解説をちょっと先にしちゃおうかな。これほれ見てください。ここ6拍って書いてあるでしょ。まずここ、この見方わかる ?3000 って上から書いてありますね。 C です。これ一番上が、この英語の今ノート使ってるんですけど、この一番上の線が1弦だと思ってください。1弦2弦3弦4弦、3000は C ですからね。で、 C 弾いたらすぐ1弦の2フレット、その次1段下がって2弦の3フレット。その次また1段下がって3弦の2フレットで、また2弦の0フレットに戻ります。この意味わかるかな？こういうふうにオルゴールみたいにこう進んでいくんですけど、てん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 、1、2。今度 Am。こっちから0002ですから Am ね。00。同じです、ここは。でん、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 見えるかな？でん、3、でん、2、3、0、2、0、ちょっと難しいか。でん、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 でんです。ちょっとここを拡大して写しておきましょう。はい。どうだろう、わかるかな。でん、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 ちゃん、ちゃん。でん、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 ちゃん、ちゃん。っていう口で言うとリズムなんです。ここ6拍ですからね。これが前奏とか、間奏とか、最後のアウトローに入ってくるんですけどね。ちょっとここをやってみようかな。じゃあこんな感じです。いいですか？まず C を押さえて。この上の3本の開放弦が伸びてる間に、
ワンツーって感じでやります。今やったのは一弦の3フレット押さえてるんですよ、 C だから。そのまんまジンデンって一弦の2フレット、次二弦の3フレット、次三弦の2フレット、次また二弦の開放弦ドーン、ペンペンペン3ゼロ、これを C と Am で600で入れているわけですね。もう一回やってみましょう。せーの、ペンペンペンパンパン3、ペンペンペンパンパン3、こういう感じです。こちらの印象的なフレーズはかっこいいバージョンの最後にやってみようと思います。ではかっこいいバージョンやりますよ。ワン、ツー、スリー。言葉にできるなら少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える日富が語りかけてた、出会いがもっと早ければと、I love you 叶わないものならばいっそ忘れたいのに、忘れられない全てが、はい、そんなわけでかっこいいバージョンやってみました。かっこいい、あの印象的なフレーズをね最後に入れたんですけど、あのやっぱねちょっとあのサビで16ビートちゃってやっちゃったもんですから、温度差があるようなイメージになっちゃったんですけど、まあそういうのをまた考えるのが難しくもある楽しいことであります。でよく言ってるんですけど、これが正解ではなくて、もういろんなことできるんですよね。音楽って基本的には自由ですから、はい、皆さんがかっこいいと思うことをいろいろ試して、それで自分なりのその曲に仕上げていくというか、そういうのがいいと思います。いずれはね自分で作って歌詞書いて、そういうので勉強してオリジナル曲を作るっていうのも楽しいと思いますしね。久保田利伸さんのミッシング、ウクレレ一本で気持ちよく弾けたら、これは気持ちがいいですよ。やっぱりね、音楽は聴くよりやる方が私は楽しいと思いますね。はい、そういうことに気づいちゃった方が日本中にはどんどん、世界中にですよ、もう勝手に数えるというグループを組んでですね、まあ家でもちろん一人でやるのもいいし、みんなでやるとまた別の楽しみがあります。そういうグループ紹介してます。こちらのリンク見てください。あと Facebook やってる方はね、あの動画をどんどんアップロードするページがあります、ね、こちらもご覧ください。まあまあ音楽をわやわやる、歌を歌う、これはねいいことですよ。楽しいもんだって。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスンはこれで終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。じゃあまた会いましょうね。さよなら、バイバイ、チャオ。